ハイン・リヒル・プケ、ハイン・リヒル・プケ、ハイン・リヒラ・ブック、1894年10月14日から1972年4月6日、は、ドイツ、分断時代は、西ドイツの政治家。第二代連邦大統領、1959年から1969年。エンクハウゼン、現ノルトライン・ウェスト・ファーレン州、ズンデルン市の一部生まれ。 兄は後にシュレスビヒイコールホルシュタイン州首相を務めるフリードリヒビルヘルムリュップケでア。1913年にアビトゥーは合格後、ボンの農業アカデミーで即地学、農学、農業工学を学ぶ。しかし1914年8月に第一次世界大戦が勃発するとすぐに志願して従軍、1918年の終戦まで戦場で過ごし、最終階級は、 予備役将意。終戦後学業に戻り、1921年に卒業し、測量技術者となる。在学中に学生団、ブルシェンシャフトに加盟。1921年から1924年まで、ミュンスターとベルリンで経済学を学ぶ。同時に1921年から中小農民の組合などで事務係として働き始める。1929年に、 ビルヘルミーネ・コイテンと結婚。バイマル共和国時代、彼は中央党に属していた。1932年にプロイセン州議会に初当選。しかし、翌1933年にナチ党が政権を掌握。1933年3月の州議会選挙に当選した直後、ナチスは州議会を解散させてしまう。ナチ党の圧力により彼が率いる。 農民団体も解散を強いられる。1934年には、汚職の門で逮捕され、翌年になって釈放された。職を失ったリプケは、兄のフレンスブルクにある農場で働くが、1937年から、ベルリンで、ニーダーザクセン住宅建設、集落校舎勤務。第二次世界大戦中は、軍事大臣、アルベルト・シュペア監督下の建設技術会社に、 測量技師や建築監督として勤務し、ドイツ東部における軍事施設建設に携わった。この建設には強制労働や強制収容所の囚人が従事していた。V2 ロケットの実験などが行われたペーネミウンで、陸軍兵器実験場の建設も彼が監督した。終戦後、ヘクスターで建設コンサルタントを開業。同年、ドイツキリスト教民主同盟。 セディに入党。1946年にイギリス軍軍西部の任命した地域議会の議員となる。この議会はすぐにノルトラインイコールベストファー練習議会に改編された。1947年に同議会で最初の自由選挙が行われ、当選1954年まで務める。1947年から1952年まで。 ノルトラインベストファーレン州の食料、農業、林業大臣を務める。1953年、農業共同組合の代表。一方、1949年に、第一回ドイツ連邦議会の議員に当選。食料、農業、林業委員会委員長を務める。1950年。1953年に再度連邦議会議員に当選。第二次。 こんな後アデナウアー内閣で、食料、農業、林業大臣に任命される。第三次、アデナウアー内閣でも留任した。1959年7月1日、第二回連邦大統領に選出され、9月13日に就任した。本当はアデナウアーは、自分の政権延命のために、ライバルのルートビヒアハルトを、実権のない連邦大統領に祭り上げた方が、 拒絶されて、リュップ家にごバッチが回ってきたのだという。リュップ家は1964年に再選され、合計2期10年を務めることになる。彼の在任中、とりわけ2期目には、演説などでの言い間違いや尻滅裂になることが、しばしばあった。当時は原稿を見ないで喋ったためだと説明されて、いたが、後に分かったことであるがこの頃すでに彼は、脳梗塞の症状に侵されてた。 当時この不幸に気づく者はおらず、彼の言い間違いを報じるためだけに多くのジャーナリストが外遊に同行した。実際にマダガスカル訪問時に夫人と首との名前を取り違えた程度の間違いはあったとはいえ、例えばリベリア訪問時に新士淑女の皆さん、親愛なる、ニガーと言ったという都市伝説さえうにいる。ドイツ語でグライク・ゲット、エスラス、すぐ始まるよと言おうとして、 英語で、イコールゴーズ・イット・ルースと言い間違えたとされるのもこの類である。彼の出現は漫談師やマスコミの格好のネタになり、バイエルン放送はリプケを題材にした漫談の生放送を避けたくらいであった。彼の言い間違いを集めたレコードさえ出ている。1966年の 1966FIFA ワールドカップの際、西ドイツとイングランドの決勝戦で、 ゴールか田舎で揉めたイングランドの3点目、結果的に決勝点を玉は入っていたと述べ、また叩かれた。さらには東ドイツのメディアがリュップケをナチス強制収容所の現場監督と呼んでいると西ドイツのメディアに報じられた。これはもともと東ドイツの国家保安省が西ドイツの連邦大統領の威信を落とすために仕組んだものであったが、今日の研究者は実際に リュップケが強制収容所と関わりがあったのは否定できなとしている。1968年には雑誌シュテルンがナチスによって強制労働に従事させられた労働者の収容所の設計図にリュップケのサインがあると報じた。連邦議会選挙を控えていたこともあり批判にさらされたリュップケは任期を3ヶ月残して1969年6月に連邦大統領職を辞した。 分裂ドイツ問題や独立感もないアフリカ諸国への支援に心を砕いたほ、連邦議会の可決した法案がドイツ連邦共和国基本法に定触するとして承認の署名を拒否するほど高い見識を有した連邦大統領としては不幸な退任であった。連邦大統領は退任後は定職に就くことは許されず、かといって名誉職も健康状態が許さなかったため、 リップ家は陰性して五千冊の蔵書に囲まれ、趣味である、比較言語学や微生物学の研究に没頭た。セディの東遊でさえ退任後の彼をほとんど無視したが、唯一の例外は、公認の連邦大統領だった、グスタフ・ハイネマンだったという。晩年療養のために、カナリア諸島のテネリヘ島で休暇を過ごしたが、健康状態は好転しなかった。やがて言語障害や健忘を起こすようになる。 彼は1972年3月30日に胃の出血により手術を受けて進行した胃が,んが発見されたが、それは脳にまで転移していたのである。二度の滑血の後、4月6日に77歳で亡くなった。死後、ケルン大聖堂で国葬を持って送られた。彼は長らく属する宗派がカトリックの唯一の連邦大統領であったが、2010年7月に、 同じカトリックのクリスティアン・ブルフが、第10代連邦大統領に就任した。1953年、ボン大学名誉博士号。1957年、ドイツ連邦共和国功労勲章第10次章。1959年、大統領就任時、同特等第10次章。カールスルーへ、ボン、ズンデルン名誉市民。 1969年2月に公式訪問したニジェールの首都ニアメには彼の名を冠した大通りがある。外遊は15回、訪問国は35カ国。1963年11月に日本にも訪問している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。